はい、あで中村さん、あの戸崎選手と源田さんにいただくんだけどもありがとうございます。はい、もらいます。笑顔素敵です。ありがとうございます。こちらお願いします。すいません、こちらです。すいません、ありがとうございます。そうですね、まあ、一番戦っている選手からも投票されているとは思うんですけど、同じグラウンドでプレーしている選手からこうやって評価していただけるっていうのはすごい嬉しいです。シーズン中ではあまりこう目立つようなプレーはしていないので、オールスターでは目立てるように頑張ります。ファン投票とは違ったまた、喜びがあります。やっぱり同じ毎日戦っている選手たちから選んでいただくっていうのはすごく光栄ですし嬉しいです。はい、もう楽しみにしてくださっているファンの方たちが湧くようなプレーができればなと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。特にないですけどファン投票で選ばれたかな。思い出ですか。はい、ないんですけど、MVP 取ったことかなぐらいですかね。いや、まあ、あんまりないですけど、まあ、侍ジャパンのメンバーと久しぶりに会えるので、再生してみたいなと思います。特に誰とかはないんですか。特にないです。球場の印象ですか。はい、まあ、普通の球場感じで、松川はちょっと暑いなと。水分補給もしっかりしたいなと思います。ホームランを打つという上では、どうなんでしょう、この2つの球場。めっちゃ効くじゃないですか。いや、あんまりどこの球場も変わらないと思います。はい、ベンチでどっしり座ってる人は見せないなと思います。いや、もし、もし、ごめんなさい、出たらどんなこうプレーをしたいですか。そうですね、まあ、まあ、とりあえずはホームランも狙うと思う。その姿を見ていただければと思います。ありがとうございました。そうですね。難しいですね。まあ、エグいですね、その質問。まあ、大きな怪我もなく、試合にずっと出続けられてる。この体の丈夫さですかね。大きな怪我があったんで、わかんないですけど、なんでしょう。なんですかね、わかんないですけど、ありがたく頑張ります。はい。何でしたっけ。選手間でどの点を評価されて選ばれたと思うんでしょう。多分ですけど、ちょうど選手間投票の紙をいただくんですよ。その時にまあまあ打ってたんです。